律令国家ってどんな国家だったのかっていう話をしますで今回話をする時代は奈良時代ですでまず大和政権と律令国家って何が違うのかっていう話からします大和政権この図だと大和王権になってますけど大和政権と大和王権同じだと思ってください大和政権の土地人々の支配の在り方は市地市民です市,地市民っていうのは 各地のリーダーである豪族たちが土地と人々を支配しているということです。大和政権には大君っていうボスがいるんだけどあくまで各地を支配しているのは豪族ということです。で701年に大法律令っていうものが出されて律令国家になりました。で律令国家の土地人々の支配のあり方は公地公民です。これは国家が 土地と人々を支配しているっているうことです天皇が政治を行うところを朝廷中央政府と言いますで国のために働く役人が朝廷がある場所都に住んでいましたで天皇は中央政府から国司っていう役人をたくさん地方に送ってで地方の政治を行うんですよねこのように大和政権と律令国家は土地と人々の 支配のあり方が違っていました大和政権は地方分権、律令国家は中央集権って表現することもできますじゃあ天皇が日本をまとめるためにどんなことが必要だったのかです律令国家についてもうちょっと中身を詳しく説明しますまず国家っていうのが何をしなきゃいけないのか、まあ、ざっとこんな感じです、えー、治安維持治安維持ってのは国内の平和を保つってことです あと、天皇のお世話、外交と、お寺の整備とかも必要でした。あと、お金の管理、お金っていうか、富の管理。何にお金をどれぐらい使うのかっていうことです。あと、防衛、国を守る、などなどです。他にもいろいろありますけど、とりあえず、ざっとこんな感じです。で、1個目の治安維持、国内の平和を保つってことなんですけど、これを実現しようと思ったら、これはやっちゃだめだよっていうルールを。 決めななきゃいけないけですよね例えば人を殺すのを禁止したりとかでルールを決めるだけじゃなくて人を殺すのダメだよって決めるだけじゃなくてルールを破った時の罰も決める必要があります人を殺したらこういう罰を与えますよとかこのルールと刑罰についての決まりのことを律と言います律律律令国家のののっていうのはこの律ですであと国家がやらなきゃいけない仕事ってたくさん あるるののででそれれらの仕事をしてくれる役人が必要ですなので役人を育てるための教育機関を作りましたでの中央の都の近くに作られたのを大学地方に作られたのを国学っていいますで国家の国の仕事をする役人たちは、えー、仕事の種類別に作られた役所に入って仕事をしますその役所はこんな感じですいろんながありますこれ今でも なんとかって言いますよね例えば文部科学賞ととかか防衛賞とか仕組みは同じです国のために仕事をする役人は教育機関大学や、えー、国学に入って勉強をしてそれで仕事の種類別に作られた役所に入って仕事をするっていうことですちなみに役人の中でランクが高い人は貴族と呼ばれましたで仕事をしてくれる役人がいたとしても仕事の進め方のルールとか仕組みがないとまずいじゃないですか 役人が自分の考えで好き勝手仕事するとまずいですよね。ということで政治に関するその仕事の決まりを作りましたこれを寮と言います例えば国の組織はこういうふうになってますよとかそういうことが書かれてます律令国家のののっていうのはこの寮ですで役人を育てて役人の仕事のルールを決めたりしても 役人はただでは仕事をしてくれませんあのただで仕事させると何も与えないと死んじゃいますからだから報酬給料を与える必要がありますでじゃあその報酬給料ってのがどっから出てくるかっていうと急にポンって出てくるわけじゃないのでどっかから集めなきゃいけないんですよねそのお金お金というかお金になるようなものを。ってことで中央政府はそれを人々から集めることにしました。 国民から集めることにしましまただってそうですよね国のための仕事をするためのお金ですからその国の中にいる人々から少しずつ集める少しずつ負担してもらって集めるっていうのは当然ですじゃあその人々からどうやって集めたかなんですけどこれがむちゃくちゃ大変でしたまず日本の中にどんな人がどれくらいいるのかっていうのを調べますこの日本中ですね当時北海道とかはまだ 日本とは言えなかったので省いてますでこの中に男性や女性がどれくらいいるのかあと一人一人の年齢とかを調べたんですよねこれむちゃくちゃ大変ですよねで日本の中にいる人について分かったんですけどまあ、めちゃくちゃ大変だったけど分かったんですけどさすがに税金を一人一人から別々に集めたら超大変じゃないですかで学校の集金ですら一人一人からこう集めるのむちゃくちゃ大変なわけでそれを日本全国で 一人一人で集めるってなったらむちゃくちゃ大変なんですよだからある程度まとめて集めたいわけですということでグループを作りましたこのグループを子と言いますで、この子は平均25人のグループですで21歳から60歳の男、男性が3人から4人含まれるようにグループを作ったみたいです このグループからその中にいる人の年齢や性別に基づいて税金を集めましたこれが代表的な税金ですまずそそっていうのは稲です収穫量の3%を収めろということになりましたこれを負担するのは6歳以上の男女ですで次長長っていうのはその地域の特産物ですこれは 男性が負担しました。女性は負担しなくてよかったってことです。で、年齢によって、えー、比率、割合が違います。21歳から60歳の人が1収納めるとしたら、61から65歳の、うんまあ、おじいちゃんはその半分でいいよ。17歳から20歳の、うん、若者は半分でいいよっていうことです。で、要。要は労、老役老役っていうのはまあ働くってことですね、どっかで。 そのどっかで働く代わりに布を納めるっていう、うん、税金負担ですこれも男性が負担しましたこの割合は、うんまあ、覚えなくて大丈夫です、まあ、高校生は覚えなきゃいけない場合もありますけど、まあ、あんまり本質じゃないと思うので、まあ、頑張って覚えようとしなくていいと思いますとりあえず大事なのは男性に税が課せられたよってことですあと年齢によってちょっと負担が違うよっていうこと これが本質、本質っていうかまあ大事なところです。で運客もうこれがこれがすごいんですけど、町とようその地域の特産物や布を都に運ぶっていうえ負担です。これすごいですよね。だって例えば今の東京の位置にいる人々はその地域の特産物とか布を持って都、都っていうとここですよね。東京からここまでこう 移動しななきゃいけないわけけわですよこれが運客っていうんですけど、まあ、むちゃくちゃ大変ですよね。で贈与贈与っていうのはその地域での労液、まあ、働くってことです。なんか建物を作ったりとか、まあ、そういうことです。で兵役兵士になるっていうことです。まあ、これが代表的な税金、まあ、税金というか人々の負担です。まあ、ここに出てくるものは全部大事です。で税金金っってていううとチャリーンっていうお金を イメージすするかもしれないんですけど、まあ、昔は食べ物とか布とか労働とかが税金でしたチャリーンっていうお金で納めることもできなくはなかったんですけど布とか食べ物とかそういうものだったんですよねで税金っていうと分かりづらいので国のために人々が負担したことっていうことにしますでもさすがに、えー、負担だけしてくれっていうのもあれじゃないですか生活を保障してあげないといけないんですよだってその人々が死んじゃったら ここういういいいのを集めることもでできななわけじゃないですか。だから生活を保障してあげないといけないんですよねつまり税を集めたいでも生活を保障しないと死ぬかもしれないってことで税を集めるために人々の生活を保障するこういうことですってことで中央政府は 6歳以上のすべての人に田んぼをプレゼントすることにしましたこの田んぼのことを区分田と言います要は田んぼをプレゼントするからこの田んぼを使って農業をして食べ物を確保して生活できるようにしろよってことですこの6歳以上のすべての人に区分田を与えることを定めたルールを反田収樹の法って言います さっき人々の負担のところで祖っていうのが出てきましたがこの祖っていうのは収穫量の3の3%稲でしたこの区分田から取れた稲を納めろよってことですでたった3%なので別に大した負担じゃないんですよねだから祖自体がむちゃくちゃ重い負担だったっていうわけじゃありません祖、まあ、は一応3%は一応取るけど、まあ、その代わり97%はあんたたちにあげるんだからそのお米を食べてで 元気になっっってててそれれ以外の負担をししかりとしてくれよっていうことですこれが律令国家がやろうとしたことで中央政府が土地をプレゼントしているってことは土地は中央政府のものっていう意味ですよねこれが公公公地地地民のですす土地は国家が支配するじゃあいざ田んぼをプレゼントするってなった時にどうやってプレゼントするのかですでこれさっき作ったグループにまとめてポンってあげるんですよ で6歳未満の人にはプレゼントしないし女性には男性の3分の2しかプレゼントしないよっていうルールになってましたこれが反ン収集の方ですでそうやってその6歳未満の人にはプレゼントしないし女性には3分の2しかプレゼントしないよみたいになってたのでグループの中に男性が何人いて女性が何人いて6歳以上の人が何人いてとかそういう名簿が欲しいですよね ということで名簿を作りました名簿は2種類作りました戸籍と慶長ですで戸籍っていうのは区分田をプレゼントするため区分田を与えるための名簿です6年ごとに作成しましただから6年に1回田んぼをプレゼントする作業をするよってことですで慶長っていうのは税金を取るため税金っていうのはここら辺ですね こ,こら辺をしっかりと負担してもらうための名簿ですでこれらの負担をしっかりとしてもらうことは国にとってすごい大事なんですよ役人が国のために仕事をするわけですけどその役人に与える給料とかがこういうところから出てくるわけですなのでしっかりと集めなきゃいけないぶっちゃけ田んぼ区分殿なんて6年に1回与えておけばそれでなんとか生活できるから別に毎年戸籍を作ってで毎年毎年田んぼをプレゼントするっていう作業なんかやんなくていいわけですよ なんだけど布を納めてもらったり特産物を納めてもらったりっていうのはちゃんとやらなきゃいけないから慶長っていうのはすごい大事なんですよねだからその慶長税金を取るための慶長っていうのは6年ごとじゃなくて毎年作りました、まあ、この時点ですげえ大変そうだなって感じがしますよねでちなみにこの時代にも差別があって奴隷がいましたいつの時代もどこの世界でも差別される存在がいるみたいなんですけど 奴隷っていう差別の対象がいないと人々の生活は安定しないのかなという感じがしますよねで話を戻します戸籍や慶っていう名簿を作ったり田んぼをプレゼントしたりという仕事は誰がどうやってやるのかですでどうやってやるのかなんですけど中央政府がやるのって大変じゃないですか例えば現代で言うんだったら、うん、内閣が国民一人一人 に対すするる税金のの仕事とかかを全部やるっていうのって無理じゃないですかだから中央政府が全部やるの無理なんですよね。なので地域をある程度の大きさに分けて役所を作ってその役所に地域のことを任せた方がいいですよね。だって今だって都道府県の役所に地方のことってある程度任せてるじゃないですか。なんとか県庁とか東京都庁とか任せてますよね。ってことで日本をいくつかの地域。 に分けましたこれを国と言います今でいう都道府県です国には国府っていう役所が置かれました今でいう県庁とか都庁ですでそこで働く人々役人これを国司と言いますでその国司は天皇がいるところ中央政府朝廷から派遣することにしました でここなんかちょっと勘違いしやすいんですけど国っていいうのは別に1人じゃないです例えば神奈川のことを任せるのに中央政府から役人を1人国司を1人送り込むってその1人で神奈川のことできるわけないじゃんって話じゃないですかだから国司は別に1人じゃないですもう何人かでこうバ,ッバンって送るんですねでここが一番最初に言った通り大和政権との違いです大和政権では地方のことは地方の有力な人 皇族に任せてましたけど律令国家では中央政府からこの役人を派遣したんですねつまり国使っていうのは律令国家の政治を地域に広める上ですごく重要な役割を果たしたよってことですで、地方と中央政府で情報とかをやり取りする必要が今度は出てくるじゃないですか当然電話もメールもできないから直接移動して伝えれる必要があるわけですよってなると道が必要になります 草がぼうぼうで岩がごつごつの道じゃ困るんですよね。ってことで道路が作られましたで長い距離を歩くのは大変なので情報伝達用には馬を使いました多分教科書に出てくると思います。で地域の仕事例えば区分伝を用意準備したり区分伝をグループにプレゼントしたりでそのために戸籍を作ったり、まあ、そういう地域の仕事は国士。 に任せるんですけどさすがにある程度の大きさに日本を分けたとはいえ国ってのは大きいんですよねってことで国の中をさらに区分することにしましたこれが軍と利ですこのように地域を国軍利って分けた制度のことを国軍利制と言います制っていうのは制度の制ですで軍と利っていうのは今で言う市町村ですねで軍をまとめる役人のことを軍事と言います でこの軍事になったのは地方の有力者豪族ですつまり国司は中央政府から派遣送ったんだけど軍事はその地域で力を持ってる人にやらせたっていうことです。まあ、それはそうですよね地域の細かい仕事とかは中央政府から出張してくる人国司じゃなくてその地域に詳しくてその地域の人々に対してある程度影響力を持ってる人がやった方がいいじゃないですか。 例えばどっかのあの村にはすごい気難しい人がいるその気難しい人に対してこうやってやるとうまくいくんだよねってことを地方の有力者豪族リーダーたちは知ってるわけですよだからそういう人に任せた方がいいんですよね国司っていう中央政府から出張ししてききた人人ががそのの気難しい人といいいとなななりうまくいくわけないんでですよねなので中央政府から派遣された国司がある程度指示をしてで実際の細かい仕事とかは 軍事っっってていうとののリーダーダ地域の有力者がやったってことですえちなみに「リ」をまとめる人は「リ長って言いますけど、まあ、これはさらっと流して OK ですざっくりと「律令国家」の仕組みはこんな感じですあ,あと「防衛」について言うのを忘れてました国家が滅びないようにするために防衛ってのはむちゃくちゃ大事な仕事です海の向こう側から攻めてこられたら困るんですよねってことで防衛をするんですけど海の向こうっていうと この時代の場合は西の方にこう注意をすればよかったんですよね。というのは西の方に中国や朝鮮半島があって中国や朝鮮半島は近いからです。攻ってことで九州には防衛あと外交の拠点として太宰府ってのが置かれましたで戦うためには軍隊が必要です国のために人々が負担したこと思いましたけどその中の兵役ですね で中央政府は21歳から60歳の男男性3から4人に1人の割合で兵士にして軍隊を作りましたさっきグループを作るときにこの25人グループで21歳から60歳の男の人が3から4人含まれるようにしたというふうに言いましたこれは一つのグループ子から1人兵士を出すようにした、まあ、そういうふうにグループを作ったっていうことです だからグループからいざの21歳から60歳の男性1人こう引き抜かれるとき兵士として引き抜かれるときってなんかちょっと寂しかったのか何なのか分からないですけどま特別な感情があったんじゃないかなと思いますで西側の防衛について言いましたけどさすがに東の方の海を気にする必要はありませんでした東の方って広い広い太平洋じゃないですかアメリカとかから大きな太平洋を渡って人が攻めてくる っていうことはまずなかったはずなんですよねこの時代なので東の方の海を気にする必要はありませんでしたただ東の方で防衛の仕事がなかったわけではありません実は当時の律令国家はまだ日本列島を全部を支配しているわけじゃなかったんですよね東北地方はまだ律令国家の支配に従っていたわけではなかったですもちろん北海道もですで学校の教科書を見てみると東北地方と 北海道には色が塗ってなないはずなんですよねあの,色ってのはここが日本だよっていうふうに色塗りをしてるんですけど東北地方と北海道って多分色が塗ってないむし,むしろ北海道なんか地図にすら含まれてなかったりもしますでこの東北地方に住んでいて律令国家の支配に従わなかった人々を「蝦夷と言いました律令国家はこの蝦夷をなんとか従わせようとします でも江見氏からしたら何でお前らに従わなきゃいけないんだよって感じですよねだから抵抗するんですよつまり東北地方ではバトルが結構起きたんですだからそのバトルのための軍隊も必要ですで戦いの拠点として多賀城っていうのを作りましたこれが律令国家の仕組みですこのような素晴らしいシステムを作ったのってすごいですよねで今の日本の政治の仕組みとも結構似てますこれも面白いですよねこれが今でいう内閣ですよね でこうやって省っていうのがたくさんあるで地方は国軍利っていうふうにまあ分けられてる都道府県市町村って分けられてる結構似てますでこのシステムで日本をまとめるぞって律令国家は張り切ったわけですがじゃ果たしてこれでうまくいったのかぶっちゃけこの名簿戸籍作ったり区分伝を プレゼントしたりいいううのはむちゃくちゃゃゃく大変そうじゃないですかだって区分点プレゼントするんだったらその田んぼとなるような土地を用意しなきゃいけないし用意した後は一人一人にこう、まあ、一人一人って言ってもグループだけどプレゼントしなきゃいけないわけですよそういう事務作業みたいなことをしなきゃいけないんですよねむちゃくちゃ大変そうですあと国のために人々が負担したことっていうのもこれ人々からすると大変そうですよね僕はこの「運客」ってのが本当に嫌なんですけどだってねえ 都まで行くんですよむちゃくちゃ大変じゃないですかってことでこのシステムは果たしてうまくいったのかですこれについてはまた今度説明をしますはい、以上ですまとめます立領国家の土地人々の支配のあり方は公地公民でした国家が土地と人々を支配しているで、人々を支配して国のために役人とかの給料とかそういうい国のためにいろいろと負担してもらうために立領国家は名簿戸籍と経帳っていうのを作って 田んぼをプレゼントしたりいろいろと負担をしてもらったりしましたよはい以上ですさよなら